い、カズヤ。ちょ、姉ちゃん。勝手に入ってくるなよ。ノックぐらいしろよ。あら？今何してたの？いや、それは、あれを隠したんでしょ？いやらしい弟だね。そうだよ。やっぱり、私の部屋から盗んだんだね。え？金のネックレス。いや、違う話と勘違いしてんのか。勘悪いな、姉ちゃん。ほんで、いやらしいって盗む方のいやらしいって意味か。金のネックレスなんて俺知らないよ。じゃあ、その布団の中を見せられる？見せられないよね。え？中から金のネックレス出てきちゃうもんね。いや、逃げ場ないやん。恥ずかしい性がバレるか、ネックレス盗んだ犯人にされるか、どっちかはもう確定やん。一人で楽しんでただけなのに、急に崖っぷちやん。ほら、見せてみなよ。布団の中に入っている金のネックレス。いや、金の玉しか入ってないね。布団の中には。そのネックレス、中古でも高く売れるでしょうね。なんて言ったって、18金のネックレスだからね。いや、こっちは18金やね。中古で売れるとか言われても、俺のやつは未使用の新品で全く売れてないね。わかった。もう正直に言うよ。え？俺は今、布団の中でズボンとパンツを脱いでいる。これでもうわかるだろ？え？ズボンの中にネックレス隠してんの？いや、勘悪いね。だから、スケベ行為のことや。スマホもあるしわかるやろ。は、まさか一人で？そうや。スマホであれの写真を撮って、好きな女子に送りつけようとしてたんや。いや、思ってたスケベよりだいぶヘビーなんやけど。変態やんけ、こいつ。やめなよ。そんなキモいこと。その好きな女子とはどんな関係なの？その女子とは、最近ようやく敬語で話すのをやめて距離が縮まり、今はお互いを意識している。いや、せっかくのいい関係ぶち壊れるやんけ。なんでそんな一番いい時期に変な画像を送りつけるねん。よ。むしろいい時期に送りつけてぶち壊すから興奮できるんじゃん。いや、だいぶ屈折してんな。いい関係をぶち壊す快感がゴールなんか。お前、いつからそんな変態になったんや。3年前にマニアック系の DVD をこっそり見た時からだよ。え？お姉ちゃんの部屋に隠してあったやつをね。いや、私の責任でもあったんかい。確かにハマってた時期あるけど。まあ変態なのはいいけど、他人に迷惑をかけたらダメだよ。へへへ。いや、キモ。せっかく今まで可愛い弟だと思ってたのに、今日の一件で一気に見る目が変わったわ。え？マジで？気持ちいい。いや、いい関係をぶち壊す快感を味わってんちゃうぞ。もう無理。キモキッショ、キモキッショ。はぁ、変態のふりをしたおかげで、盗みがバレずに済んだぜ。